バルトークっていうと、まあ、弦楽四重奏だけじゃなくて、私たちバルトークのビオラコンチェルトもやってるわけで、バイオリンの人はバイオリンコンチェルトというわけで、まあ、幅が広いんですけども、でもバルトークの弦楽四重奏は、まあ、いろんな面で、彼がこう作風が変わってきて、はじめのロマンティックからだんだんもっと抽象的なものになり、最後はもう本当特に、ベートーベンの後期のカルテットみたいにとても、深く、そしてなんか透明感のあるものすごくこう哲学的な音楽なんですよね。そういうふうに移り変わっているので、そういう意味でももう内容がとても深いと思います。私たちも分かんないとこから始まりまして、学生時代にバルトークの6番などをやってるんですけども、とにかくまあ、バルトークの音楽っていうのはその数学的な音楽ではなくて、 とにかくとても人間的であり、お百姓さんたちが歌ってたその歌がそのまま残ってるような、とてもなんかこう歌というかダンスというか、とても親しみのあるものなので、そういうところをみんなに分かってほしいなと思うのと同時に、とにかくまあ一緒に勉強して、みんながいいモチベーションを持って、そしてインスピレーションをもらって、あ、面白いなと思って弾いてほしいと思います。